倉敷市立、磯崎眠り亀記念館とは、岡山県倉敷市茶屋町にある記念館である。磯崎眠り亀の旧宅及びイグサの手織、り体験施設である、花むしろ工房からなる。日本遺産、一輪の面下から始まる倉敷物語を構成する文化財の一つである。明治時代に、花むしろの一つである、西木太いむしろを創作した。 磯崎眠り亀の功績を禁念し、眠り亀が使用していた建物、作品及び関係資料を一般に公開するとともに、花園の制作技術に関する学習の機会を提供することにより、市民の教養及び文化の向上に寄与することを目的として設立された。眠り亀に関する資料や日式、太いむしろ、眠り亀が発明した食器の復元器を展示している。 建屋は木造2階建ての入りも屋造本川原武器であり、1874年に眠り亀の住宅建作業場として建築された。その後、修理を経て1988年に倉敷市立磯崎眠り亀記念館として公開された。建屋の特徴として荷物の搬送のために1階と2階とはスロープで結ばれており、さらに土間の吹き抜け部分には、 滑車が取り付けられている。式台形式の玄関の戸は、ひし形の山が入り、回転と横滑りによって開閉する。2階の窓に取り付けられた窓は、外に向けて突き出す動きをする。2000年11月18日、登録有形文化財に登録された。2015年1月に、花むしろ工房が開館し、イグサの手織りを体験することができる。 ABCD 指定管理業務評価結果書。倉敷市立。磯崎眠り亀記念館条例。第2条倉敷市立。磯崎眠り亀記念館条例。第2条に一輪の面下から始まる。倉敷物語日本遺産倉敷市立。磯崎眠り亀記念館条例第1条。倉敷市立。磯崎眠り亀記念館文化財。オンラインハット AB 倉敷市立。 磯崎眠り亀記念館条例第8条、倉敷市立磯崎眠り亀記念館条例第8条に、倉敷市立磯崎眠り亀記念館条例第10条。ありがとうございます。